お疲れ、チャースラットです。今日はですね、久々に 2.0 ウォールブレイカーやっていきます。というわけでね、今ね、もうマルチモードがメガドラフティーなわけですよ。はい、なんでちょっとメガドラフトがメインに なっちゃってるので、ちょっとこっちのね、なんて言うんだ、通常バトルの方もまあやっていこうかなというところで、ちょっと 2.0 もねやってなかったんで、てか今の環境が分かんないマルチがね、そうドラフトなんで、今の環境何が強いんだろうっていうので、ほんとちょっと分かんないんで、まあなんか、トリマ、アンパイだよな、2.0 オールブレイカーって、どの環境でもぼちぼち強いんでね、はい、やっていこう。で、今回相手はヤナメマスキッティーやったね。はい、まあ大会だとね、そのドラフトじゃなくて、まあデュエルルールか、がまあ採用されてはいるんで、大会で強いデッキとかだったらまあわかるんですけど、やっぱ違うっすよね。グラチャレ、マルチ、あとは大会、その辺でね、強いデッキとかもだいぶやっぱ変わってくるんで、これ斜めもあんのかな。さあ、コウモリ頑張れ。だいぶ刺せる。めちゃくちゃいいね。で、次はヤーメのサイクルなので、ゆっくり行こう。あんま攻めすぎないぐらいでね。俺の吹き矢に手出すんじゃねえぞ。アイスピが5個やで。さあ、でこういうのもちょっとだけね、ディガーで削る。マジ一番多くディガーを投げるゲーム、このデッキはね、どのデッキよりもディガーをね多く投げれるかっていう、もう自分との戦いみたいなとこある。さあ、アイゴレつけちゃうあーマジずる、それ。あ、一匹残った。ウォールブレイカー行くとボムあるんで、このぐらいで、ウォールブレイカー行って、ヤナメをね、使わせる。はい、3コスト。え、使わないのはお前じゃね？ですよね。いや、ラッキー。コストなかったんかな？知らんけど。知らんけどな。マイティバック入りたいんですけど。おっ。まあ、ここはね、一応ね、もう毎回、毎回ディガーだけ行くわ。で、スケとかゴブリンか知らんけどね。はい。いけないけど。飛ばしていって。まあ、あとはもう、敵どうっすよね。その、だって。高回転もな、チンパンだからね、正直。やなめくるとかね。らしいっすけど。結局このデッキは回転早いんだよね。だから吹き矢に手出すやつアイスピが許さんってさっきから言ってんだろ、おい。お主。あ、雪玉持ってた。雪で飛びます。ちなみにこれは、あのマスキを傷つけたい。俺の吹き矢はね、傷つけられるの嫌ですけど、残れ！相手のマスキだけは、あー、マジで芝居としい。さあ、雪穴なのか。え、これ普通に勝ったら勝つね。ちょっと勝ちそうだけど。あ、やらめ使った。おわっ！あー、メリ上がり！だっ、おーい！え、根性でさえ。クラロは根性で戦うゲームっていうのはね、ちょ誰かが言ってた気がする。俺かもしれんけど、いやもうほんと気合いゲーなんだね。わ、やゆきね。やゆきのボムバルーンとかにも、なんとでもなりますよと。さあ、2-0 オールがちょっと久々に使うけどおもろいな。ピカチュー！で、CAL、カルっていう、まあ、何？チーム？ファブ的な？なんかいるっすね。おぉ、マジ？嘘やん。嘘やろ、これ。ほんまに？いやー、なんか、めんどいな。めんどいことだけは確かや。やばい。ぬきや。あ、マジで。うわ、なん、え？なんかね、雪玉？やなめとか絶対あるやろ。わかりました。これ穴目で守られます。あ、待って、あぶね。これジャイスパスケラです。はい、なんかこんなデッキいるんですよね。平均コストね 4.0 だった気がする。いや待って、もうちょっと重いかな。え、ってことは、ってことはよ、あーマジそれ最悪だわー。あー、これ最悪だわー。マジでやった。スパーキーかぶったの。
あ、ザッピー。いやでも相手重いんで、だいぶね。お前、吹き矢、マジで好き。あ、マジでこれ、高回転チッパンで勝てそうだな。これ。よし、あ、ハンティングね。ちょ、コストねえとかそんなん知らん。一旦一本取らんとね。いやマジで相性いいっすよねこんなんどう見ても、誰がどう見ても相性がいいで、ウッドまで添えます。こういうのコストね、はい、ウッドまで添えて道をこじ開けます。はい、チンパンですこれゴレダクネとエリゴレダクネと一人で一緒ですから、はい、はい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 、いってらっしゃいって。しかもコウモリはね、吹き矢もか、 DPS は高いんでキングを折るのも早いよと。さあいや強いな、久々に使うけど気持ちいいね。なんか ISP がちょっと強いんだよな。固まる時間が1年ぐらい前か、わかんねえ、1年も経たないぐらいかな。凍ってる時間伸びてちょっと強くなったけど、さあミニベイト枯渇81、野獣パイセンのお隣さん。うん、呼ばれね、ちょっとあの俺の好きなやつやろう。内側ディガーで竹取ってオールベイカー、これウッドだけとかだとね意外と入ったりするんで。あー、なんか似てんな、やだな。高回転でだるいデッキです、お互い。まあ柳雨サイクル、おお、まあ、矢使わせたいな。え、禁忌したい。まあまあ、メガナイトドリルだったんで痛いんすけど、まあ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 っしょ。キング起動の方がやっぱ価値がある。ギャングコウモリでしたね。ドリルか、うわー豊富だね。メガナイト枯渇のドリル、ん、メガナイト枯渇なのか。いやでもオールブレイカー見るもんなえ、隙割れドリルオールブレイカーは、お前折りすぎやろ。いやこれサイド変えたいっすね、正直。いや、柳雨ちょっと、せこいっすね。せこいって言うとあれだけど、せこいっすね。やべ、あ、あー、マジぐっちゃぐちゃ、あー、もう、ずる。マジかよ。マジかよ。頑張れた。守れない。あーマジ。あのね、ずる。ずるじゃね。まあまあまあ一回だけやで本当に。普通に曲げました、はい。普通にね。まあ柳か。ウッドとかの方がだるい気もしたけど、柳だるかったな。逆にのコンビはだるかったな。メガナイト枯渇の。メガナイト枯渇なのか、メガナイトウォールブレイカーなのかみたいな。いや、ちょっと、いいな、相手のデッキ。インドルとか持ってんのか。おお、いや、なんか、めっちゃ強そうじゃね全メガナイト枯渇使いは、今のこっちの方に移動した方がいい。
ドリルもあるんでエリジャイも守れる。で攻めも豊富でしょ。いやマジで全メガナイト枯渇使え。エリジャイエリゴリに勝てない。今すぐやめた方がいい。この敵はなマジめちゃくちゃ楽しいし俺も好きなんだけどな一生きつい一生きつい。メガネとかつがもう上にいるのはね今度何年見てないんやって。おーおー、うんうんうん、なんか俺のえなんか俺の想像の100倍ぐらい止まんないんだけど何これ何これえおかしくない。なんでそんな突破されたんだっていうぐらい。ちょっとこれでも12勝するんで、はい、今から勝てばいい。今度新兵隊ダークプレイ歴取るね。新しいね。いやーこれマザネクとかいなかったらな。今ディガーコウモリからのだいぶ刺さるんだけど。はしま新兵隊さすがにね。おおマジであんま見ないで来たっす。いいし、エレキえ新鋭ってマジでなんか俺のデッキに強いやん新鋭隊工場。いやでも呪文が取れないだけっぽいんで、あもう吹き矢吹き矢パーティーしちゃおう。はい、うざいオールブレイカーね。コス使わしたい。よしよし。うん、えぐい。いやー、吹き矢天才か。トルネ持ってたんで、逆にトルネだけ？メガナイトとか？うわ、アイデンデッキやば。待って、なんか絶対チャレンジやっとるやん、お前。えぐくね？でけえ残ったん。あぶねー負けたかと思った。勝った多分。あぶねー負けたかと思った。あぶねーいやちょっと待って、えぐいやろ。なんちゅうデッキ。ウィザードもびっくりしとるやん。マジでえぐい。何これランダムデッキ。ペッカ工場の最新型ペッカ工場進化しすぎやろ。どういうこと。いやマジでペッコーに新兵隊ぶち込んでみたいなね、なんかすごい。誰か使ってみてください。そうそうそう。いやーちょっと危なっかしいねなんいやもうマジで嫌だ嫌だ。もう攻める攻める。
お、ウッドだけで止まんだ。飛べ。あー飛べねー、アイスピマジで無能だな。ただの水の塊。言い過ぎか。ロイジャイかな。めちゃめちゃロイジャイですような顔してんな。めちゃめちゃロイジャイですね。しかもめっちゃ守ってくる、めっちゃ守ってくる系のロイっすね。モンクがいないならいいんだよね。あーいなさそうだけど。でライトしてどうする。となると俺の流れが、まあでもゴースト来る。うっ、いやー、いやこれでオールブレイカーまで行くとずっと入る。うわいけ、2発。うわー気持ちよすぎるこれこれこれ、しかも今完封してる。ルイチェ来ても吹き矢でアイスピでエスケでコウモリでウッド。ああもう神の衣装やん。ごめんな、神の衣装でごめんねマジ。え、あートリトンいなくなったのか。一応この位置のディガーがトリトン警戒ですね。トリトンが歩く位置なんで、まあちょっとやばいよね見てわかるかもだけど、ちょっとやばいよね。許容しちゃう。ちょっとだけ無言でごめんね。勝ちたいんだ俺ら。クラロは負けたくないんだ。一発来ねえかな。来ねえ。あー、えらそのハンター。やばいそれ。やばい、マクソ。うわあ死ぬ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 、無理無理無理。もう動くアーチャーマジで可愛いな。動くプリンセス来たら買います。運営さん待ってます。マジで思ったら楽な試合をして、ジャイプリかなみたいな。やばい、あんまコスト使いたくない。なんだこれ。ダックプリマスケザップマジで珍しいぞ。ジャイダックプリのマスケ型みたいな。スケラ、なんだこれ。マジで分からん。分からんときは一体ね、一旦無理しない。おお。さっき
ガン虫のね。ガン虫のスパイキーやんけ。いた。え、待って、やばい。あ、待って。うわ、遠征ゾップされてる。こいつも仕留める。煽ってきたから。じゃあ煽ってきたんでしばくっす。しばかれたらたくさんおられます。2.0 オールブレイカーでした。